夜の来客を不審に思いながら、俺は玄関の扉を開ける。誰ですか？誰か。雲宮って言えば分かってくれるか？篠と同じ名字。ってことは、中にいるんでしょ？呼んできてもらえると助かるんだけど。今まで篠のことを放置してたのに、今更何の用ですか？さあ。そんなこと俺に言われても、あいつに用があるのは俺じゃないし。なら、ほっといてやってくれないですか？そうすると俺が父さんに怒られるから。それに、あいつのわがままを聞いてる暇ないから。お前と篠との関係は知らないけど、篠のことを大切にするつもりがないなら、家族だろが俺は、止める気なら好きなようにすればいいけど、その場合、うちの親が何するかわからないからやめといた方がいいよ。それこそ誘拐だとか言いかねないけど、君の人生を台無しにするほどの価値があいつにあると思えないから、おとなしく連れてきてくれないかな。こいつの一言一言が腹立たしい。篠に価値がないだとか必要としてないのならほっといてやればいいのに。あんたの言う通り、本当に篠に価値がないなら、あんたらには篠は必要ないんじゃないですか。まあ、確かに俺にとっても父さんにとってもあいつは価値はないし必要ではないけど、父さん曰く、会社にとっては価値があるらしいから。大方、どこぞの社長の子供。って言っても多分おっさんだろうけど、そういう人に嫁がせるんだろ。そしたらコネとか色々できるし。篠の意思はどうなるんだよ。あんたの親の会社のための生贄に篠が必要になったからって、今さら迎えに来たって。家族面するなよ。随分君はあいつに肩入れしてるみたいだね。それに生贄か。それはちょっと人聞きが悪いかな。恋人、結婚相手のいない人にその相手を与えてるだけだよ。感謝こそされど、君みたいな部外者に責められる覚えはないんだけど。篠の家族らしき人物とそう言い合いをしていたら。なんで、兄さんが。はぁ、やっと来たか。帰るからさっさと来い。なんで、なんで今さら。またそれか。4ヶ月近く帰ってこない妹を心配して迎えに来たんだよ。そういえば満足なのか。俺だってわざわざお前のために時間を割くの嫌だよ。でも、父さんにも逆らえないからしぶしぶ来たんだよ。黙って聞いてたら何なんだよお前。俺は使える方の手で相手の胸ぐらをつかみ、相手を扉に押し当てる。それでもお前も兄貴かよ。何いきなり、痛いんだけど。後で後悔しても家族は、元に戻ることはないんだぞ。だから何？もしかして自分がそうだったからって俺に説教するの？失敗した奴のアドバイスなんて、犯罪者のありがたい言葉と一緒でお前が言うなよってなるだけなんだけど。死の、早くしてくれないか。じゃないとお前の大切なこいつを俺は警察に連れてかないといけなくなるんだけど。死のの兄はそう言うと俺の手を振り払い、出て行った。死の。ごめんね千秋くん。今までありがとう。千秋くんの人生がダメになるくらいなら、私はあの家に帰るよ。今まで本当にありがとう。ま、引き止めようとしたが、篠は俺が言葉を言い切る前に出て行き、俺は動けないでいた。これでもう篠には会えないのか？立ち止まってないで追いかけなくていいのか？また失うのか？あ、秋くん。俺のことを見かねたのか？カナエさんが声をかけてきてくれた。ごめんなさい。私何もできなくて。カナエさんが謝ることじゃないですよ。久しぶりに学校を休んだ。もともと篠に言われて授業に出てたから、篠がいなくなった今、行く意味もない。またこの虚無感だ。こんな思いはもうしたくなかったのに。あきくん、大丈夫？元気ではありますよ。助けるって言い方が合ってるかわからないけど、あきくんは篠ちゃんのこと助けたい？助けれるなら助けたいですけど、今回は前みたいに人に聞いてどうにかなることでもないですし。それじゃあ、篠ちゃんの毛がわかるって言ったら、アキくんは行く？知ってるんですか？知ってるっていうか、さっき友達に聞いて教えてもらったの。あのしのちゃんのお兄さん、大学で見たことあって、ダメ元で友達に聞いてみたら、家に行ったことあったらしくて、教えてくれたんだよね。個人情報とか大丈夫なんですか？まあまあまあ。それで、アキくんはどうしたいの？もちろんしののこと迎えに行ってきますよ。何の思い出もない自分の家に帰ってきてから着いた気が過ぎた。これで本当に良かったのかな。千秋くんに会いたい。この家では私は必要とされていない。親も兄も誰も私に興味を持ってくれない。それは小さい時からだから、今になってどうすることもできないけど。顔も知らない相手と結婚か。嫌だな。
親の会社のために犠牲になれと電話で言われ、顔も知らない、年齢が一回り以上上の相手との結婚を言いつけられた。千秋くんにも会えないなら、私が生きてる意味なんて、そんな言葉をこぼした時、窓をノックする音が聞こえ、淡い期待を持って窓を開ける。はぁ、はぁ、ごめん、迎えに来るの遅れて。ち、秋くん。なんで？もしかして嫌だった？嫌じゃない、嬉しい。嬉しいよ。それはよかった。ねえ、しの。何？ん？俺はしのにキスをした。一緒に帰ろ？うん？いきなり家の場所教えてくれって言われた時は驚いたけど、こういうことだったんですね。かなえさん、妹がまた家出をするのを見逃し、俺は電話を続ける。ごめんねー、本当に。でも、あきくんがまた傷ついてるのは見てられないし、しのちゃんがいないのは寂しいから。それより、くもみやくんはいいの？お父さんに言われてたんでしょ？しのちゃんを連れて帰ってこいって。さすがに俺も鬼じゃないからね。みのるの妹を見ず知らずのおっさんに嫁がせるのは反対だったんだよ。ええ、あきくんの家ではあんなこと言ってたのに。そのあきくんも言ってたけど、今さら俺はどの面下げて、しのと接すればいいかわかんないんだ。昔っから親に言われるがまま、しのと接してきたんだよ。だから別にしのが憎いからってああ接してたわけじゃなくて。しののことはちゃんと家族だと思ってる。憎いのはどっちかって言うと親だから。ツンデレだねー。で、別にそういうんじゃないって。まあ、しのちゃんと家族として接したかったら、あきくんの家においでよ。その時は私も二人のこと説得するから。その時はよろしく。そういう俺は電話を切った。はあ、好きな人にあんな最低な俺を見せることになるとはな。今までの償いってわけじゃいけど、親との問題は俺が片付けないとな。しの。その。好きだよ。え？うん？私も千秋くんのこと好きだよ。別に過去のトラウマを克服したわけでも、後悔の気持ちを捨てたわけじゃない。ただ、それ以上に今はしのを失うのが怖いんだ。面白くないと思うけど、今まで話してなかった俺の家族のことを話そうと思うんだけど。うん？千秋くんに何があったのか知りたい。俺には母親と父親、それと妹がいたんだよ。